北京原人は、中国北京市房山県、中高天竜骨山の森林で発見された化石人類です。学名は、ホモ・エレクトス・ペキネンシスと言います。1921年に、スウェーデンの地質学者ヨハン・アンデショーンと、オーストリアの古生物学者オットー・ズダンスキーが、人類の歯の化石を発見しました。1927年に、新たに発見された薄歯に基づき、カナダの解剖学者ダビッド・ソン・ブラックにより、新属新種として報告されました。1929年に、中国の考古学者ハイ・ブンチュウが、完全な頭蓋骨を発見し、合計十数人分の、原人の骨が発掘されました。北京原人を含む、ホモ・エレクトスが生きていた時代は、後新世中期です。従来は、約50万年前とされていましたが、最新の研究では、約68万から78万年前と推定されています。額が現代人に比べてなだらかに傾斜し、後頭部の骨は突き出していました。原人の進化の過程に位置する存在であり、類人猿でも現代の人間でもないとされました。北京原人遺跡はユネスコの世界遺産として登録されています。北京原人は人類進化の重要な一環を示す存在であり、その生活や文化についての研究は貴重なものです。